まあ、多分クリーパーか何かっていうドムヤンやろうな、下手したら。希少種。おや、なんか、ポーションの破壊音が聞こえるぞ。あ、バリーン、バリーン。なんか悪い、悪い奴がいるぞ。大体、ゾム先輩ってな、悪いことするとき露骨に喋らへんからな。いや、喋ってるよ。今な、うん。何言ってるんですか、シマさん。どうしたんすか、喋らないときあれっすよ、黙々と作業してるときっすよ。言ってるっけ。あ、人にちょっかい出すためのな。採掘してらかしいっすよ。あー、だからそれもちょっかい出すためだろ。どうして誰も信じてくれないんですかね。いや、今までの行いが。どうして逆に信じると思ったんですかね。お前、シンバシャーロン、お前らこれあと1年半後に撮影されるであろう快速編で一緒に続行した仲間やんけ。いや、あの時は目的が同じだったからな。ちょっと待って、そういう時空設定どうなってんのか。いや、なんか2年前の設定やってんけど俺。いや、そうやろな。だってキャラが2年前に完全回帰してたもんな。あ、そうだな。回帰した回帰した回帰したな。懐かしい。ちょっとエンダードラゴン行ってこいよ。いや、そうだよ。いや、ちょっとまだ早いかなって。そうそう、ほらエンダードラゴン倒してきて、お願い頼むわ。いや、ええわ。ついでに。うん、てかお前何してんだよ。え、俺も採掘してる。だってあの、度重なる殺害によってあの、何もなくなってしまったから。普通に自分の装備を固めてんのさ。そんなキャラじゃないやろお前。今ちょっと俺も言ってなかった。え、キャラに大丈夫、何言ってんの。ごめん、なんか今一つ伝わらなかったから、もうこれなかったことにして。いや、伝わってるけど、こいつそんな知識過剰やったっけと思って。そこまで知識過剰やねんと思って。ちょっと待って、ゾム先生が仲間を引き連れてこっちに攻めてくるぞ。どういうこと。まずいまずい、な、仲間を室内に入れてるぞあいつ。あいつジハーディストじゃねえの。あ、やばい。うわ、大先生の家に、やばい、大先生の家に。うわ、大先生の家に。わざとらしい。あ、大先生、ごめん、守られへんかった。あ、いいよ。大先生の象徴が、コッパみじん。あ、猫の便所が。使ってしまったか。かまってや、マジで。かまってや。来るで、来る、あ。あ、始まった。あ、チッスチッス。なんだあれ。チッチッス。ちょっとお前らエンダードラゴン討伐してきてや。いる？あ、チッチッス。そもそもエンダードラゴンを見つけるまでいかへんのじゃん。ほら、これあげるからさ、ほら。てぇー、何する不使用してんだよ、お前。これはひどい。即ロイシーだったぞこいつ。なブワーって見えたぞ、なんか紫色のやつが。シャオロン、キャッチボールしようぜ。一瞬で使いやがったこいつ。おいつ。一瞬で使いやがったこいつ。おいつ。なんかどっかにダメなやつ落ちてねえかな。もう完全にあの途上国の失業者状態だな。大しかすることしない、ないっていう。やったっけ、なんか暇持て余すから継続にやったっけ。うん、そう、やることがないっていう。なんかそんなデータあったな。お、だいだどだね。ああ、しゃあねえな、ちょっとネザー。やっぱ要塞をね、うん、健康にすることだね。うん、うつ先生。ん？この要塞をでかくするんだ。お、俺に任せて大丈夫か？おう、きっとお前のね、類いまれなる才能がね、炸裂してて、あれ。あー、なるほどね、これ俺とこバンシー、なるほどね。チェスト行かれてんだ、すっげえ水落ちてると思ったら。飲む？誰か。あ、水ってポーションに入ってるやつか。そう。あれ、おもろかったな。お前を見とんかい。あれおもろかったな。お前も見とんかい。あれ、俺シャオちゃんに見せたっけ。
した気がせんでもない。あれ、おもろかったな。どうしたの？突如上から水が降ってきて、水が降臨したからよ。その水をたどって。お前それ、ウィザードの戦闘で何も役に立たない対人スキルだよね。俺もじゃあ、もうちょっとなんか掘るか。ちょっとリーダー指示してくださいよ。あ、忘れとった。あ、じゃあドムさん食べ物集めようぜ。食べ物？食べ物。あ、濃厚とかいいんじゃない？濃厚とか。おいおいおい、人肉とか集め出すからやめとけって。マジで。あれ美味しいかな。あれ、そうなんだ。あ、美味しくない、分かった。この島とかはね、美味しいと思うよ。よく寝るし。絶対関係ないよね。すげえ、生きながら肉が熟成されてるから。あ、いいっすね。ニンニクとか集め出すからやめとけって。マジで。あれ美味しいかな。あれ、そんな美味しくない。あ、美味しくない、分かった。この島とかはね、美味しいと思うよ。よく寝るし。絶対関係ないよね。すげえ、生きながら肉が熟成されてるから。あ、いいっすね。なんか脂肪多そう。じゃあ、あっさりとした肉がいいんだったらシャオロンとかいいんじゃない？いや、あいつごぼうやから。肉ないから。シャオちゃんは野菜だった。ごぼう。じゃあ。何をしに来たか、ようやっと思い出した。待ってられてる。あ、ダメよ。さあ、なんか俺も掘ろう。大先生も働くときは働くって。